入選山公園入選山記念館入選山記念館は広島県呉市の入選山公園内にある博物館。1988年国土交通省国土画像情報をもとに作成。森林部分が入選山記念館になる。公園左から下にかけての敷地が海時呉地方帯にあたる。1967年開館。 敷地面積約1.2万平方メートル。呉市中心部から東へ約1キロメートルのところに、ある入選山公園の敷地北側を占める。旧呉鎮次府司令長官官社を中心に、郷土館や歴史民族資料館などからなり、呉の郷土資料や大日本帝国海軍資料、近東閣史関連資料を展示している。旧司令長官官社は、 原孫明治期の海軍高級商工庁舎としては、珍しいもので、国の重要文化財に指定されている。ヘリテージング百選。休憩所の裏が、呉市立美術館への道であり、正岡市聞くもある。もともとこの山には703年から亀山神社が先座していたが、1886年陳守府が開設されるのに伴い大日本帝国海軍に接収され、 1889年この地に洋風木造2階建ての軍政会議所兼遂行舎が建てられた。クレチンジュフ会長式の際には明治天皇の安在所としても使用された。1892年以降、司令長官官舎として使用されることになる。戦後、1956年までイギリス連邦占領軍の司令官官舎として使用された後、大倉省が管理した。 1966年旧軍港支店館法に基づき、呉市に無償対応移管。1967年から入選ン,ン記念館として一般公開を開始した。2015年から指定管理者制度を導入、トータルメディア開発研究所とビルックスによる入選ン,ン記念館運営グループが管理する。約700メートル離れた位置にある呉市会寺歴史科学館と一体化した。 観光展開をしている。NHK スペシャルドラマ、坂の上の雲のロケ地の一つである。旧暮れ鎮守府司令長官官舎、国の重要文化財。木造平屋建て、建築面積527.1平方メートル。入生産記念館の本館にあたる。初代の司令長官官舎は1905年6月、芸与地震により倒壊してしまったため、現存するものは、 同年に崩壊材を一部使用して再建された二代目のものになる。設計は、クレチンジュフ建築家課長の桜井小太郎。1991年から1995年にかけて大規模補修を行っている。1998年国の重要文化財に指定された。2005年には100周年記念式典が行われた。和洋折衷であり、手前が洋館。 廊下でつながった奥が和勘。洋館部はイギリス風半木骨作りで仕上げられ、屋根は天然年番岩の魚林武器、玄関のステンドグラスはイギリス製、執務室には日本国内に数例しかない金等格子が貼られている。当時、洋館に執務室や応接室があり、家具も英国でしつらえ、いわゆる迎賓館的な役割も果たした。 一方で住居として使用された和館は、質素な作りになっている。戦後接収していた武コ府は、壁紙の上からペンキを塗って、白壁としていた。平成に入り防衛研究所で、初代司令長官官舎の図面が書かれた、明治38年暮れ陳不工事春行報告館三と目が発見されたのを機に、元の姿に復元することが決まり、金刀隠しも、 五ひとしが中心になり復元された。金星文書館とも、1986年11月開館、鉄筋コンクリート構造地上2階地下1階、建築面積144.0平方メートル、延べ床面積354.4平方メートル、暮れ市の歴史的資料や旧海軍関係資料、古い芸備日日新聞など幅広い分野の資料を収集している。 その中で、井上忠敬が測量する様子を描いた、浦島測量の図、井上忠敬だた見たらい測量の図は、共に、指定有形文化財で、特に見たらしの方は忠敬が実際に測量する、姿が描かれている図としては、国内唯一のものである。3階が展示室で企画展を行っている。百七十九年三月開館。鉄筋コンクリート構造地上階建て。 建築面積194.0平方メートル。1階が事務所で2階が展示室。旧海軍関係資料を中心に展示している。1号館。国の登録有形文化財。旧高ガラス砲台火薬庫。もともとは、クレ軍港への外国の敵艦船の侵入を守るために大日本帝国陸軍が整備したクレ要塞の一つ高ガラス砲台に置かれた火薬庫であり。 1901年温度の瀬戸を見下ろす呉市計小屋に整備された。戦後温度の瀬戸公園が整備された際に、急行ガラス放題も一緒に公園として再整備されたこと、加えて入選産記念館会館に合わせ1967年現地に移設復元した。2011年10月に国の登録有形文化財に登録された。温度の瀬戸も、 山椒石像平屋造り河原武器、建築面積40.0平方メートル、桁雪9.7メートル、張り間4.2メートル、霧島造り山河原。総石造りの火薬庫の遺構は、国内でも珍しいもの。表面を凸凹に荒っぽく加工した、昆布出しの加工岩ブロックを用い、出入り口は円アーチで仕上げている。湿気対策も取られており、妻床下のアーチ窓は、 換気用に設けられたもの。現在では、郷土画家が描いたクレシの歴史絵画を展示している。所蔵する、クレ群光公然図は1886年頃、作られたクレチンジュフ建設計画の図面であり、クレチンの検閲により、民間に流通する近代のクレシの地図は簡略化したものしか存在していないため、貴重な資料となっている。1967年開館、レンガ作り平屋建て。 建築面積76.0平方メートル。旧呉海軍交渉等時計。呉市有形文化財。高さ約10メートル幅2.4メートル四方。文字盤直径1.5メートル。親子時計と呼ばれる構造で、四方に見えている文字盤の部分は、子時計と呼ばれるもの、等の内部に子時計を制御する親時計がある。親時計からパルスを送り、子時計を同時に動かしている。 国産初の電動親子式衝動時計である。歯車にネーバル王道という大会彗星に優れた材質を用いていることなど、ところどころに艦艇兵器用の機械構造の特徴が残っている。現在、毎日9時12時15時17時の4回、市内の小中学生が作曲したメロディが流れている。1921年6月暮れ会軍。 交商造基部の屋上に設置された。当時としては、画期的な構造を持った時計であり、呉れ工商のシンボル的な存在であったという。終戦後以降のことになる1971年、この地に移設展示され、1981年に時計として修復された。同年に呉市有形文化財に指定された。休憩所国の登録有形文化財。 旧東合家住宅離れ。木造平屋造り瓦葺き、建築面積37平方メートル。8畳と6畳の2軒。目の前の庭は中根金作が監修したもので、古山園と呼ばれる。もともとは、呉市宮原通り青園寺の山手付近にあった邸宅の離れ。1890年から呉チンジュフ、呉寺獣。 第二大三謀長として在籍した、東郷平八郎が約1年7ヶ月間、利用していた。母屋はその後の明治期の火事により消失したため、当時のものが現存しているのはこの離れだけになる。その後、移築され荒廃していたところへ暮れ東、ロータリークラブが創設20周年記念として、呉市に寄付、1980年現地に移築、復元した。 1997年5月に国の登録有形文化財に登録された以下、クレチンと統合の歴史を列挙する。この記事は以下のカテゴリでも参照できます旧クレチンジフ、司令長官官舎に関するカテゴリ旧クレ海軍交渉等時計に関するカテゴリ旧統合家住宅離れに関するカテゴリ旧高ガラス砲台火薬庫に関するカテゴリありがとうございます。